は？1週間前に居眠り運転で電柱に突っ込んで。へえ、ご愁傷様。葬儀は親戚の人が取り仕切ってくれたんだけど、今は一人ぼっちなの。だからこれからはママと暮らす。え？レーナはママの娘だもんね。今から行くから。待って待って、やだよ、来ないで、無理。すごい勢いで拒否しないで。だって本当に無理だし。なんでそんなこと言うの？パパがお空に行っちゃったんだよ。だから何？あの人とは離婚した時に他人になったんだからもう関係ないわ。でもでも、レーナはママのたった一人の娘でしょ。あなたも同じ血はつながってても心は他人よ。ひどい、ママがひどいことばかりするからレーナはパパについていくしかなかったのに。は？ママの機嫌が悪いと一日ご飯抜きでベランダに立たされたのすごく辛かった。そんなことあった？忘れたの？パパからもらったお誕生日プレゼントのリカちゃん人形を目の前で壊したこともあったよね。ああ、それはよく覚えてるわ。レーナの服がいつも穴が開いてボロボロだからってパパが新しいの買おうとしたら怒鳴ってやめさせたことも。似たようなことがあったかもしれないけど、もう思い出したくもない。レーナは全部覚えてるよ。学校でお友達から嫌なことされても全然かばってくれなかった。あなたの恨み節なんか聞きたくないわ、もういい。ママはいつもそう、自分に都合が悪くなるとすぐ逃げる。別にそういうつもりじゃないんだけど。離婚の時だってレーナにひどく当たってるのが親戚の人たちにバレた途端にレーナを捨てた。それだけが理由じゃないわ、積もり積もったものがあったの。言い訳なんか聞きたくない。今まで散々逃げてきたんだから今度くらい助けてよ。お断り。どうしてそんなにレーナのこと嫌うの？ママが産んだ子なのに。さっきも言ったけど、あなたはもう他人、産んだことすらどうでもいい。嫌いなんて通り越して興味ないの。そんな、たとえ捨てられたっていざって時は助けてくれると思ってたのに。期待に添えなくて悪かったわね。自力で何とかするか、お父さんの親戚でも頼りなさい。レーナ女の子だよ、知らないおじさんとかに変なことされたら。どんな変態親父でもそこまで見境なくないわよ。男は何歳になってもケダモノだってパパが言ってたもん。私が言いたいのはそういうことじゃなくて、キモいおじさんにもみくちゃにされてお嫁に行けなくなるなんて嫌。お願い助けてママ。あー、もうめんどくさい。あなたとやりとりしてるとほんと疲れる。それ家を出る前にも言ってた。またそうやって私を見捨てるの？そうよ、じゃあね。待って、レーナ一人ぼっちになっちゃう。ママってばねえ。翌日。一体どういうつもり？ママ、やっと返信くれた。私の職場に電話したのあなたでしょう。だってママが未読無視するからどうしても連絡取りたくて。だからって同僚や上司にあることないこと吹き込むなんてありえない。レーナ嘘は言ってないもん。ご飯抜きにされてるとか、リカちゃん人形のこととか、服のことも何もかも大げさに喋ったでしょう。ありのままに話しただけだよ。私がいつ元夫が亡くなって残った娘が邪魔だから変態おじさんに差し出すなんて言ったわけ？昨日似たようなこと話したでしょ。全然違う。レーナはただ会社の人にもママを説得してほしくて。じゃあ何？会社のお問い合わせフォームに送ってきたあの音声ファイルも社員に私を説得させるためってこと？電話だけじゃ伝わらないかもしれないでしょ。ママの怒鳴り声とレーナが泣いてる声を聞いたら会社の人もレーナを信じてくれると思ったの。自分の都合のいいように継ぎはぎして、まるで私が幼い娘にひどいことしてる母親みたいだった。実際にそうだったもん。レーナがどれだけやめてって言っても怒鳴って引きずって。あなたのそういうすぐ被害者ぶるところが本当に嫌いだったのを鮮明に思い出した。虫図が走る。ひどい、実の娘にそんなこと言うなんて。こっちは危うく警察に通報されるところだったのよ。言いたくもなるわ。レーナ悪いことしてない、本当のこと言っただけ。うちの会社はね、子供向けのイベントも計画するベンチャー企業なの。
こんなことされたら私の信用ガタ落ちよ。そんなに怒らないで。レイナはただママに捨てられたことが悲しくて必死で。あなたのせいで次の大きなプロジェクトから外されたし、もう最悪。だったら助けて。そしたら誤解も解けるじゃない。冗談じゃないわ。ママがレイナを嫌いでもいい。ひどいことされたっていい。一人ぼっちは嫌なの。何度も言わせないで。家を出たあの日、私の娘はいなくなった。あなたとはもう他人よ。もう二度と手を差し伸べたりしない。それなら、このボタンを押す。は？今大手の口コミサイトにママのこと書いてるの。この会社は子供と触れ合う企業なのに、可愛い盛りの娘を変態に売る女を雇ってるって、会社のホームページの URL と一緒に。なんてことを、今すぐやめなさい。会社に送ったのと同じ音声ファイルも添付してるよ。あなたって子は。エンターキーを押したらこれが掲載されるね。うちは大きい会社じゃないし、イメージ第一なの。そんなことされたら今後の事業展開がどうなるか。じゃあレイナを見捨てないで、一人ぼっちにしないで。わかったわ。当面の援助をしてあげる。それでいいでしょ。ずっと一緒がいい。それは何？ノーってこと？じゃあもういい。ちょっと！ボタン押しちゃった。嘘でしょ。全部ママのせいだよ。レイナのことを見捨てたのが悪いんだからね。すぐに消して。やだ。レイナのこと迎えに来てくれるまでいろんな口コミサイトに書きまくってやるからね。翌日、いつになったら迎えに来てくれるの？あんなことしておいて私が行くと思う？だってレイナのこと引き取らないとママの誤解は一生解けないよ。そんなものとっくに解決してるわ。え？あんたが38歳のおばさんだってみんなに教えてあげた。レイナは可愛い女の子だもん。鏡を見なさい。あなたはどこに出しても恥ずかしすぎる痛いアラフォー女よ。心は12歳のピュア少女。ママの会社の人だってみんなそう信じてるはず。確かにその声を聞いてたみんなは、私が高齢出産したか養子を取ったと思っていて、完全にあなたを小学生くらいの女の子だと勘違いしていた。ほらね。だからあなたの戸籍謄本を取って見せた。え？離婚しても母親は元夫や子供の戸籍謄本を取得することができるってあなた知らなかったでしょ。嘘。みんなタヌキに化かされた気分だってドン引きしてたわ。確かに年齢は黙ってたけど、話したことは嘘じゃない。ママにひどいことされたもん。食事を抜きにしたのは、私が用意した夕飯を食べずにお菓子ばかり食べて激太りしたからでしょ。でもベランダに追い出して鍵を閉めるのはやりすぎ。警察案件よ。20歳の大学生が相手じゃおまわりさんも呆れて帰っていくわ。でもしかも私の声じゃなくて、あんたが被害者ぶってベランダに逃げたのを知らずに、お父さんが鍵を閉めただけだしね。でもでも。そのでもって繰り返すのやめて、鬱陶しい。ひどい。リカちゃん人形だってそう。キッチンマットの下に隠してわざと私に踏ませて、プレミア品をママが壊したって騒ぎ立てた。キッチンマットを布団にして遊んでたの？どこの22歳がそんなことして遊ぶっての？転売屋から同じの買うってお父さんに5万円をねだろうとしただけのくせに。そうだっけ？覚えてないの？嘘つけ。この前全部覚えてるって言ってたじゃない。うるさい。服だってブランド物しか着たくないってわがまま言って、自分で破ってお父さんに買わせようとしてたのを阻止しただけ。だってそうしないとママはちっとも新しい服を買ってくれないんだもん。友達に嫌なことされたってのも、同じゼミ生のこの研究をパクったことがバレて避けられるようになっただけじゃない。あれは研究見せてって言ったのに見せてくれなかったあの女が悪いんだもん。極めつけはあの音声。あれはあなたが親戚の葬儀で香典を盗んで、それを謝らせようとして怒鳴った時のものでしょ。ママがお小遣いくれないから自分で稼ぐしかなかったの。私が大事にしてた母の形見の着物を勝手に売った時もそう言ってたわね。放電も全部取られたし。
家の中でお金になりそうなのがそれしかなかったんだから仕方ないじゃん。そもそも自力で稼ぐならバイトとかするもんでしょ。盗みで稼ごうなんて性根が腐ってる証拠だわ。あの時に全く反省しないあなたとそれをかばうお父さんを見て私は離婚を決意した。そうよ、パパはママと違っていつもレイナの味方だった。お父さんは昔からあなたがどんなに悪いことをしても叱らなかった。このままじゃダメだと思って小学生のあなたを連れて別居に踏み切った時も交番に駆け込んで私を連れ去り犯呼ばわりしたわね。私からパパを奪おうとしたママが悪いんじゃない。あなたは私を敵認定してた。お父さんもあなたの味方。それでもあなたが成人するまで更生させようと頑張ったんだから役目は果たしたと思ってる。そうやってまたレイナから逃げるの。勝手に吠えてなさい。その間にこっちは訴える手続きを進めていくから。は？あなたのしたことは名誉毀損、れっきとした犯罪よ。ちょっと勘違いした情報を流しただけで犯罪者扱いしないで。勘違いで済む問題じゃないわ。昨日あの後すぐに有給を取って弁護士と警察に相談に行ったから。え？あんたには慰謝料100万円請求する。冗談だよね。本気に決まってるでしょ。会社からは1000万円の損害賠償請求の準備をしてるわ。なんで？あんたがいくつもの大手の口コミサイトに嘘を投稿したせいでかなり大きなイベントを契約していた会社から取引中止の連絡が来たのよ。でも誤解は解けたんでしょ。いくら嘘だと証明できても一度生まれた疑惑っていうのはそう簡単に払拭できない。そんなこと書かれるってことは本当にそうなんじゃないのか。こんな口コミをされるような会社は信用できないってなっちゃうのよ。そんな大事になるなんて思わなかったんだもん。じゃあ民事で裁判する？法廷で証言すれば？裁判官がお父さんみたいに甘いといいわね。30を過ぎた頃からパパ以外は誰も優しくしてくれなくなった。どんなに可愛くおねだりしてもキモい、ブスって汚物を見るような顔されるの。その時にこのままじゃダメだって改心して年相応に生きようとは思わなかったわけ？だってパパがレイナは何歳になっても可愛いお姫様だよって言ってくれたもん。ある意味あなたはお父さんの犠牲者だわ。そう思うなら助けてよ。今までチャンスは何度もあげた。でもお父さんに依存して私の差し伸べた手を振り払い続けたのはあなたでしょ。今ならママの手を取る。だから残念だけど手遅れ。もうあなたに差し伸べる手はないわ。レイナ働いたことないし家事もしたことない。この家の管理だって何もわからないの。このままじゃ路頭に迷っちゃう。そうなったらそれまでよ。私には関係ない。そんなこと言わないで。私たち親子でしょ。ううん、他人。口ではそう言ってもレイナとママの血のつながりは消せないんだよ。だとしても他人。この先あなたがどれだけすがりついてきても拒否して拒否して拒否し続ける。そんな。いい加減目覚めなさい。ママ、ちょっと古いけどこれ一度言ってみたかったの。じゃブロックするわ。バイバイ。ちょっと待って。急にそんな軽い感じで見捨てないで。逆に辛い。もうブロックしたの？うわー、ママ。後日談。それからすぐレイナは親戚を頼りましたが見事に全拒否されたそう。電気代も水道代もどう支払ったらいいかわからないのを助けてママとアカウントを変更したレイナから LINE が来てましたが即ブロック。何度アカウントを変えてきてもブロックし続けました。その後私と会社がそれぞれ民事訴訟を起こした結果、私へ慰謝料100万、会社へ損害賠償1000万の支払いが命じられました。それでもレイナは自力では何もできず最終的に強制執行で家を売却。私への慰謝料全額と会社への賠償の一部が支払われました。今は熟女専門の楽しいお店で働いて残りの賠償金を分割で支払っているとかいないとか噂に聞きましたが興味もありません。私は会社に迷惑をかけた分を取り戻すべく一生懸命働いています。